ナオピーチャンネル。では今日の試合を解説していきたいと思うんですけど、練習試合です、スタメンはこのようになっております。ではやっていきましょう。今日のピッチャーはコウキです。先頭バッターをサードフライに、ショートフライに打ち取ります。今日もテンポのいい投球でストライクを、カウントを取っていきます。ナイスボール、淡々と打ち取っていきます。1番は皆さん打ちます。ファーストゴロになってしまいます。2番京一、この遅い球にタイミングが合いません。小玉さん、これもショートゴロで、この回は三者凡退になってしまいます。2回の表の攻撃、ナイスボール、コントロールで勝負していきます。ライピーです。そして2回の裏の攻撃、4番の私です。遅い球をいかに引きつけて、まあ、僕の場合ですと遅い球の方が、発射角度が上がるんで好きですね。で、ワンワンからドーン、これが久しぶりのホームランになります。画質が荒いですよね。久しぶりに打ちました。その後一度で終わります。この回3回の表の攻撃、先頭バッターを打ち取ります。2番バッターに打たれます。さあ2枚のランナーピンチです。ここでうまいバッティングだ。このバッターめちゃくちゃいいバッターです。これで逆転をしてしまいます。すげえな、ナイスバッテー。反撃に出たい NC、 皆さん打ちます。あーっと、いい当たりもピッチャーゴロになってしまいます。キャプテン京一見逃してフォアボール。さすが2番バッター。3番小玉さん、しかしこれは見逃し三振になってしまいます。4回の表攻撃です。相手バッター振ってくるバッターが多かったですね。これがあっとツーベースになってしまいます。でこれもまたまたうまいバッティング、またしても得点が入ってしまいます。4回の裏の攻撃、先頭です。これがフェアでヒットになります。ちょっと低い球を打ちすぎました、打ちすぎました。そしてチャンスを広げて後期、うまいバッティング。これで点を取ります。しかし後続は続かず、になってしまいます。4対2です。この回からピッチャーは新井さんです。コントロールで勝負する素晴らしいピッチャー。センター大丈夫か。おー、アウトにします。そして反撃に出たいキャプテン、打ちます。うわ、うまいシュアーのバッティングだ。ということで別国道から、あー、いいバッティングです。キャプテンが出塁します。で小玉さん、いい当たりもサードライナー、
これは痛いですね。ワンアウト1塁、そして私ツーランで同点です。初球、あーっと引っ掛けたが、これが1、2塁間抜けるヒットになります。ランナー1、2塁、ワンアウト1、2塁です。2点差、バッター5番、奈良さん。フォアボールを選びます。ワンアウト満塁。兄貴が打った、タイムリーヒットです。ちょっとスコア間違えましたけどね。それで後期も打ちます。これで逆転だ。三上でしょ。わー、さすがです。オッケーオッケー。いいですね。ミートがどんどん良くなってきます。これもセカンドの前に落ちてヒットです。よし、ツーアウト丸い。皆さん、あーっと今日は4割打者は打てない。ピッチャーはあれさん。おっと、今日はですね、ちょっと審判がですね、おからかったですね。厳しい場面もありました。いいコースをつけ、丁寧なピッチングが切れないが、なんとか抑えます。打ったー。小玉さん先頭出塁します。そして私、しかしフォアボールを選びます。まあ、ノーアウト1、2塁。これ引っ掛けて、サードがセカンド送球して、私アウトになってしまいます。ワンアウト1、3塁。さらに後続がランナー進めて、ツーアウト1、3塁。ここで兄貴が、ショートゴロ打ちますが、アウトになってしまいます。次の回。これでセカンドがナイスキャッチ。おっと、これがヒットになってしまいます。そして1点を取られてしまいます。しかし最後のバッターを詰まらして、この回を終わります。逆転を許した NC、 しかし先頭後期ヒットを出塁します。なんとか逆転をしたい。練習試合でも勝ちたい。バッター上田さん、これがファーストゴロ、進塁打になります。1点を取れば同点です。チャンスで皆さん打ちます。いい当たり、これがショートのグラブを弾いて出塁します。そしてツーアウト一三塁、二三塁。そしてここでキャプテンがデッドボール、ツーアウト満塁です。ここで3番小玉さん逆転です。逆転を、一打逆転を信じて打った。しかしこれがサードの正面でアウトで、ゲームセットです。6対5で負けてしまいました。今日の動画は以上です。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。